こえます？鳴いてますね。セミが元気よく。夏ですよ。暑い。今日日中の予想最高気温各地35度を超えてます。いや溶けそう。ただ目の前鳥海山がもう大きく今日は見えてます。くっきりと何かいい出会いがありそうですね。目の前にあるのが横川神殿です。行ってきます。三河町によると横川地区と横川神殿地区の2つの地域で85世帯312人が暮らしているということなんですが、周りは田んぼばかり。人の姿を探していると、あれ、キジ？ちょっと行ってみますか。最初に出会ったのは茶色い鳥。あれ何ですかね、鳥。出てきた出てきた。飛んだ。早い動きが。すると飛んだ先では、あれ、1羽だけじゃない、2羽、3羽、4羽出てきましたよ。家族、うん、どんどん増える。人間と出会う前に鳥に会いましたけど、最後家族だったんですかね。待ち合わせ場所だったんですか ね。情報を得るためにもそろそろ住民に会いたいところ。おはようございます。人影を発見し訪ねてみました。ピオタマワイドの取材で横川神殿お邪魔してまして、最初に出会ったのがお父さんなんですよ。出会ったのは石川誠一さん。庭先で野菜の世話をしていました。あんまり暑いですよこれ。蒸しるかいた日よぎ。はあ、その下見えますね。スイカが、立派なスイカじゃないですか。人間も暑い先のスイカも暑いかと。スイカも日差しから守らないといけないんですね。知りませんでしたね。大切にされてますね。このスイカはもう収穫してもいいんですか、時期的に。まだあ、まだ。いつ頃なんですか、収穫時期は。ここのもうビートツルデラか、この子の名前がな、ビートツルデラ、ベッドツルデラ。聞き取れました、青山さん。分からなかったです。そうね、調べてみたら、スイカの収穫目安は実のついた場所のすぐ近くにあるつるが茶色になっていたり、うんうん、葉っぱが枯れてきたら実が熟したサインだそうです。ベッドツルデラ。なるほどね。鳥対策もしてるし、スイカ大事に育ててんだなっていうのが分かりますよ。あの、鳥といえば畑のところで鳥がこう動いてて、あの茶色い鳥について何か知っているんでしょうか。この人はキジギル？あれ、キジですかね、じゃあ。これ。やはりあの鳥はメスのキジだったようです。うん、オスのキジはくせえんだな。メスはあまりくせえんだね。オスの方がキジは綺麗なんですね。あの、人間は逆なの。あくまでお父さんの見解ですよ。オスの記事も見てみたいところなんですが、ここでお父さんとは別れてさらなる出会いを探していると、田んぼで草刈り中の男性を発見。あの、キノコをやった後に、あの、余った時間というか空いた時間でこの草刈ってというのが。キノコ？キノコです。キノコも作ってらっしゃるんですか？そうですね、キノコが一応 本業というか、あの、メインでやってて、その米と一緒にこう複合というか。ということで栽培するハウスに連れて行ってもらいました。しかしここである問題が。ん、小さいことなんですけど、うん、ここからこの席から、この席から向こうが横川神殿、はい、間違いなく敷地内ですね。そうですね、向こうの方まで ね。ここに貼ると横川神殿。あ、そうですね。でここが横川と、はい、じゃあ紹介させてもらってもいいですかね。ここ横川神殿なんだもん、だってここもだってね。栽培する敷地が横川神殿地区と隣の横川地区をまたいでいたんです、広いところだったんですよ。まあ、横川神殿でも栽培しているということで、そのキノコを見せてもらうことに。あ、見えますね、椎茸がたくさん、はい、あ、こういう感じなんだ。ハウス内には原木椎茸、朝の収穫を終えたばかりだそうで、
この時会ったのはまだ小さめです。収穫鉄器が8時間とかなので、8時間ごとにこう取らないと商品価値がなくなっちゃうんですよ。なので朝昼で寝る前ですかね、取って。ベストな温度って何度なんですか、椎茸？ベストな温度、椎茸側からしたら25度前後ぐらいなんですよ。椎茸側からすると、側からして、でも私たちからしたらそれではちょっと足りないんですよね。足りないというか、一発こう30度を当ててっていうのが欲しかったり、ちょっと負荷を与えた方が美味しくなるんですか、椎茸？そうですね。今椎茸の気持ちを代弁するのはどんな心境なんですか？いや、勘弁してと思ってる勘弁してっていう心境なんですか？熱くて勘弁してくれと思ってる。温度の他にも工夫は様々。多分誰もやってないんですもん。これ上にこうハウスの外張りあるじゃないですか、はい、でここ実は三重の内張りなんですよ。普通私身長が低くて触れないんですけど、うん、ちょっと私あ、でもあ、かなりでも分厚いですね。普通の屋根ビニールに1枚断熱材入れて、もう1枚上から屋根ビニールでくるんでるんですよね。これがすごく断熱効果が高くて、全然私ちょっと手上げたらもうすぐ飛びます。あ、椎茸食べると大きくなるんです食べればよかったな、もっと椎茸。いやいやいや、食べれば大きくなれるほど美味しい原木椎茸の味も気になりますよね。立派で肉厚。あそこで今出てるやつ食べてみますか？いいですか？あれ、取り立てだと生で食べられるんですよ。生で食べられる、衝撃ですがチャレンジしてみたい。なんか進まないですね。あれ、椎茸嫌いなんですか？いやいや、好きなんですけど、生ですよ、キノコ。じゃあちょっと失礼して、いただきます。香りが違う、本当に濃いですね、椎茸の。じゃあいただきます。恐る恐るおお、おいしい、シャキシャキ。これ癖もなくて甘くて、口の中に余韻がずっと残るほど香りや味が濃かったんです。甘いんだ。そして石栗さん、ぜひ紹介したい人がいるそうなんです。横川神殿、はい、おすすめの方がいるんですね。そうですね。どんな方ですか？横川神殿のボス、クイーンですね。クイーンボス。どんな人なんでしょう。早速その人の元へ。おはようございます。それ何ですか？肉来て早々、うん、お肉の差し入れ。私気になったのは、うん、石川さんの T シャツ。石川さん背中に何て書いてあるんですか？これ背中くるっと見ていいですか？背中、ノーモッケーノーライフ。ノーモッケーだのや名前も書いてます。本当だ。ノーモッシェノーライフ、モッシェノーって言うじゃん。面白いことだ、もしやのって東京から来た子だね、地域おこし隊の子が。はぁ、来て私がなんかもっけだありがとうとかって言うろ、ねえ、そんなのがなんか受けた見てて T シャツ作るって始まっての。地域おこし協力隊の方が作った T シャツなんですか？これどうしたんですか？売りだないや、買ったないやこの T シャツは三河町の元地域おこし協力隊で、現在はコミュニティ FM のラジオパーソナリティなど省内を中心に活動している伊藤秀和さんが作ったものだそうです。あ、なるほど。あれなの、巣って。かっこいい。これ何ですか、巣って？地域おこし隊の子が素手数ってねえのや、違う、名前って言ったけど素手数だけど。県外から来た人だから気づける鉛の面白さがT シャツにデザインされていました。ポーズも決まってます。その後もおもてなしが止まらない石川さん、持ってきてくれたのはワインじゃないの？からし漬け。うわー、嬉しい。きゅうりの、これ石川さんがつけられて、隣のようこさんあ、もらったんですか？食べられる新しいパターン、ようこさんから。ようこさん、ありがとうございます。トマトエッペ作ってるあそこのハウスの中で。ああ、そうですか。で俺が帰ってくると、ほらこんな気をつけたぞ、食べられっぞって俺持ってくる。優しいですね。食べて。すいませんね。じゃあいただきます。
いや立派なキュウリ、すごいですね。石川さんがいるとなかなかねお話がわーっときますから、なかなか食べる機会がね、今のうちにいただきます。食べるまで時間がねなんかずっと過ぎちゃうんですよ。うわ、おいしい、しみます体に。ご近所仲良しな石川さん、人とのつながりを大切にしているそうです。石川さんは何をこう作ってらっしゃるんですか。え、米、米作ってらっしゃるんですか。あとは人の輪。ここだけの話ですけど、うん、石栗さんは石川さんのことをクイーンだって言ってましたよ。クイーンってクイーン、米が、あ、牛が違う、クイーンって牛だろ。女王、ボスとも言ってましたけど。あ、来た。ごめんなさい石栗さん、ごめんなさい、言っちゃいました、ごめんなさい。へー、でももう、うん、なくてはならない人なんだと。あ、嬉しい、そうやって言ってもらうと。伊豆の伊豆に寝てもいいって言われるのかな。ぜひおすすめしたいと。婦人会の会長などを任され、地域からの信頼も厚い石川さんですが、今日の取材には少し思うところが。今日何点ぐらいですか、自分の中に。いつも焦げだと思いますよ。違うんですか、いつもは。ちょっと違う。あ、こんな人初めて、悔いが残るという。急に来たからこう納得いく感じじゃなかったみたいで、あらかじめ分かっていればと。連絡しろよということでしたね。稲刈りする前ですね。